インスタをこうアイドルフルーツポンチのシフォン、あかね、それとパオ。本日の企画は激辛VS 激甘早食い対決。イエーイ。はい、ということでね、ここにじゃーん、じゃーん、激甘のものと激辛のものを用意しました。はい、ということでね、まあ、先ほどチーム分けを決めましたところ、こちらの2人が甘い激甘担当で、こちらの2人が激辛担当ということになりましたので、今回目の前にある品を全て食べきったチームの勝利でございます。あ、違う、え、これ何するやろ、誰なんでだよ、デスソースえ、なんでポイントデスソースかな、違うやん、なんで自分のチームで多分首絞めようとするの。まあ甘いものは初め美味しくいけると思うけど、後で絶対失速すると思う。で、辛いものは初めから結構ずっと辛いと思うんだけど、最後まで気合でいけるか、ちょっと燃え尽きるかっていう。いや、気合で、もう、シオンちゃん困ってた。鼻から入れちゃいますよね。もう、こう見てたチーム、やだわ、本当に。怖すぎるもん。ということで、やっていきたいと思います。はい。それでは、やっていこう。フルーツポンチ。フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内に出てくるキーワードを送っていただくと限定画像、限定動画をもらうことができます。ぜひ動画最後まで見ていてください。お願いします。お願いします。それでは、はい、はい、行きたいと思います。はい、はい、いいですか。はい、準備いいですか。はい、よーい、スタート。いただきます。あの、あれ、復習、ちょ
もうやってねえよ、お前言ってんの、おい。フルーツポンチ控える、少し辛いの苦手やな、ね、うん、でももうこんな甘いのいらない、辛いの食べたくない。結構さ、いろんな YouTube 見てきてさ、長いフレーズ激辛絶対甘いのにさ、うん、絶対勝つと思ってたのね、うん、思ってたんよ、うん、こいつ、これ絶対嘘じゃんとかさ、うん、演技すんのよぶりっ子と思ってたけど、うん、やばい、本当にやばい、ガチでやったことある人にしかわかんない。じゃあこれしよう、負けた人は全額ぐらい、嘘や、ガチロ。これ今回は約5000円ぐらいです。はい。マジで言ってる？2500円、ガチ回っちゃう。ちょっと、やばい。開ける気、2500円持ってるでしょ？持ってない。じゃあ、1500円、2000円。うちら絶対負けないよね。勝てるよ、絶対負けない。もうそれでもいいよ。2500持ってるから、2人出す。痛い、もうほんと痛い、もう負ける気満々やな、無理よ、あんたに熱湯のラーメン完食しました、イエーイ、あーやばい、スタッフで一回、もうほんとにふざけんなよこの時え、もうこっちあとカレー半分とキムチ少量とラーメン半分とカラムチ取ったわけです。こっちは結構多くないですか、ドーナツ一つ、バーム、コンビ一つ、これはめっちゃ入ってるやん、レオはね、うん、2袋やばいじゃない、俺ら2袋はきつくない、確かにきつい、あれ頑張って、負けないで、応援してるから、ヘイ、さっきから赤で見てて思うんだけど、お茶しか食べないの、確かにケーキちょっと残ってるじゃん、甘すぎてさ、飲み物めっちゃ減る、これ本当に待って、お願い待って、絶対勝つから、勝つから勝つから、うさぎとカメだね、これ完全に、うん、うさんしてるから勝てます、うさ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 して、うさ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 元気はあるのに食べないよ、なんだってもう違うんだって、分かってほしい、本当に言い訳だと思うかもしれませんが、マジでヤバです、分かる分かる、うん、本当にヤバい、俺もってさ、学校とか帰ってきた時めっちゃ長くなるよ、ね、分かる、その次の姫に一回なろう、一回学校帰りのテンションぐらい持ってったら、うん、あーマジで、あただいまー、ママ今日のおやつ何、オレオだよ、オレオ、待って、ちょっとそれは食べるわ、学校帰り、疲れてるよ、疲れてるよ、疲れてるよ、学校帰りだよ今、うん、回復するんだよね、オレオで、うん、かもしんない、デザートもあるわよ、ママ、ママ、ママ、あげないわよ、はるか、な、食べな、疲れた体が癒される、癒されるでしょ、ママ今日のルパン何言ってたよね、こんなんちょっと分からん、あ、じゃあ聞いて聞いて、ママにママ今日のルパン何、それを一畜一畜のママ飲み物はこれよ夜ご飯オレよ、あ、違う違う、おやつオレよ、夜ご飯どうなんすか、飲み物をメールしろ死ぬ、どんな家やねん、なんかココイチの塩辛みたい、うん、あ、うん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 
うぅぅ順番や痛いよぅ早くよけてこいもう食べないあ、無理だね全部使え全部ここまで、おかげ早く行ってあげるうんもう完全になるやん、ゆこやばいさっき止まってるやんいつもだぞひまちゃんやばい頑張れ初めて見たつけてないやん初めてしほんちゃんのこの顔見ためっちゃブサイクやんあんなに可愛いのに最後行くって言ったちょっと後悔してるやつ最後に一口いただきますおーしほん完食あーあ、ここだけここだけおうーん痛いよいるよ。うん。うん。どうだ？飲み放題、飲み放題、終わり。飲んだ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、食べたー。やったー。イエーイ。やったー。やったー。隠したやん。隠したな。絶対隠した。隠したな。ということで今回の勝負はビッグチームの勝利やったーおめでとういやめっちゃいい勝負でもないもう怖失速してるもんいい勝負なんか最近負けるかなーって思ったんでねなんか本当にカレー食べた瞬間うちら終わったと思ったマジもおーってこれやばい10から最大だと思ったんだよなんかここ1の10からでも急に行けたわ確かになんとかいやこっちはさ初めて地域が良かったカレーとかすごいさ美味しいって言ってたのにさそう終盤どうしたのやばい本当にダメだ敗因は何なんだろうな何なんだろうねはいはいやっぱり可愛いからあ、そうかもしれない。可愛いから。可愛いからやっぱり。せめて鼻拭いてから。まあまあ、いつでもリベンジ待ってます。まあ、皆さん、逆も見たいよとかね、他のペアも見たいよって方はぜひね、ブーメランとかリクエストお願いします。はい、お願いします。本日は LINE のキーワードを、じゃあ、鼻が汚い人。どうも、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 鼻汚いの？どうしよう。鼻汚いのでお願いします。お願いします。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。明日の動画も見てください。バイバイ。